まあ、ほぼ利上げ一色ですね、の中で緩和しているのは日本とあと中国ですかね、主要国ではという時代になって、まあ、日本は金利がないけれどもアメリカは金利がここまで上がってきていると、これかなり大きな変化ですよね。金利がある世界に投資が変わってくるというのはこれどんなインパクトがあるんでしょうか、藤野さん。そうですね、まあ、昨年まで世界中で金利がなかったということですから、まあ、あっという間に日本以外はもう金利が復活したということですから、投資戦略が複雑化するということと同時に、やはり金利上昇期のところはこう株式投資というのは非常にこう難しくなってきたというところがあって、うん、まあ、それが反映して世界の株式市場が今乱調をな状態になっているところだと思いますね。うんうん、今藤野さんから金利が上がってくると投資の戦略が複雑化するというお話があったんですけども、井田さん、それはどうしてそうなってしまうんでしょうか。投資の本質っていうのはリスクとか利回りをいろんなこう金融商品で比較してどれがお得かなって選ぶ作業じゃないですか。去年までは藤野さんおっしゃったようにもう世界中金利がゼロでした、国債買ってもゼロでした、リスクもゼロだけど利回りもゼロだからみんな株を買う、ビットコインを買うっていう選択肢が絞られていたんですけども、いろんな国の国債金利が出てきましたから、さてどこの国の国債買ったらいいかな、いやいやでも株も魅力あるよな、そういう意味で複雑になってきたということですよね。リーマンショックの前も日本は金利がないで海外は金利があるという時に、みんなこぞって結構海外の債券に投資するっていうのがブームになりましたよね。そうですね、うん、で今回はちょっとそのマーケットや経済の状況のこう波乱の具合を考えると、当時のように内外金利差で安定指標化やるっていうのは難しいのかなという感じがするんですけど、まあ、当時グロソブとかがね、グローバルソブリオープンですね、売れていて、まあ、それで、まあ、そこのところにお金預ければ大丈夫だということですけど、今とその時と違うのはやっぱりそのボラテリティが上がっているということになりますから、投資戦略についても、まあ、債券だけに行けばいいとか株だけに行けばいいというようなことでは多分なくなってきていると思いますよね。うん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 、長期投資の戦略としてはどうなんでしょうか。そうですね、長期投資の戦略というような面で見ると、まあ、僕は日本株の専門家ということがあってポジションとかもあるんですけれども米国一辺倒についてはやっぱりリスクが出てくるかなというふうに思います。で、まあ、一つは、まあ、日本株については、まあ、非常にこう割安感が強まっていると、同時にあと今行き過ぎた円安トレンドであったり、さまざまな日本をめぐるネガティブな状況というのが緩和されていく可能性があると思うんですね。で特に投資状況のところでいうと、先日発表になった岸田総理 のやはりインバウンド、まあ、実質解禁、これ大きいと思うんですよ。うん、はい、でこれで日本の魅力が、まあ、よりまあ、これだけ通貨が安いですから、おそらく世界中からどっと人が来ると、今度実需でその円をこう買い始めるということも大きいので、うんうんうん、大きなトレンドの変化があるかもしれませんよね。なるほど。その面で見れば日本企業とか日本株というところをその無視するのも危険ではないかということは言えますね。うんうん、まあ、かなり株式相場、欧米の株価の調整が深まっている感じがして、今だんだんその、まあ、リセッションというかスタグフレーション、景気後退が来るんじゃないかと言われているところであるんですが、井出さん、こういった局面でなかなか株式投資も難しいなという感じもするんですが、いかがでしょうか。まあ、いつ買うかっていうのはね、確かに難しいですね。私も最近買ったら次の日下がるっていうのが繰り返しててですね、ありますよね。どうしたもんかなと思ってるんですけれども、まあ、でもどうせ長期で持つんだから今は安値圏だよねと思えば、別にそんなに、ね、一番安いところで買えたらいいですけど、なかなかそれはできないですから、うんうんうん、そこね圏だと思って買ってます。で藤野さんおっしゃった通り、日本株割と最近悪くない、ね、そうなんですよね。だから米国株だけ投資をしている人っていうのは実は意外と日本株に比べてみるとやられている人がいるんですよね。うん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 、まあ、これも円安の効果大きいですよね。もちろんです、うんうん、ありますよね。企業の想定為替レートをちょっと見ていただきたいんですけれども、これ日本のですね、上場企業のうち輸出企業だけ
を取り出して想定為替レートを集計しました。平均で1ドル123円ぐらいを想定しているんですね。どんな企業があるんですか？ですね、例えば自動車ですとか、鉄鋼とかそういった輸出関連の企業ばっかりです、が、想定している。これ、社数ですね。そうです、この辺りを想定していて、実際のレートははるかに円安になっているので為替差益で利益が膨らむ可能性が高い。そういうことですね。利益を押し上げてくれるはずですよね。情報修正余地ですよね。そうです、業績の、そろそろね、通期の業績を、修正するためというか中間の決算が出てきて、今期の業績をもうちょっと持ち上げるというタイミングに来ますよね。来月の後半から中間決算が始まって、11月前半まで多分その日経新聞の投資情報面とか企業財務面がですね、情報修正とか引き上げっていう文字が、いっぱい出てくるんじゃないかと思うんですよね。藤野さんはどんな企業を推してらっしゃるんですか？そうですね、やはりインバウンドであったり、それから輸出に対してポジティブな会社というのが非常にいいと思ってます。そういう企業のポートフォリオを増やしてますね、それは今の円安を取りに行く、ね、そうですね、今の円安を取りに行く戦略とすればそうですよね、長期で見るとどういった投資先、もう一つあるのはこれは私たちのそもそもの考え方ですけれども、トレンドに関係なく投資をする、要はもう 特別な理由があって成長し続けることができる会社、日本にいっぱいあるんですね。中古型企業に多いです。そういう会社のウェイトをやっぱり上げるということは大事だと思いますね。お二人が考える利上げ時代の投資戦略をフリップに書いていただきました。まず藤野さんが結局長期分散積み立てに赤丸がついてますね。結局っていうところが、そうですね。結構これは常に言ってるんですけれども、でも特に今マーケットがまだまだ下がるかもしれないというような中で、どういう投資をしたらいいだろうというところ不安だと思うんですけど、そういう時こそ長期分散、特に積み立て投資が重要です。でここ の図を見ていただくとですね、こちらですね、これずっとマーケットが下がっていく中で、でも少しずつこう積み立てをしていくと、これ毎月1万円で毎月1万円ずつ積み立てて、ファンドの値段が下がっていくという前提ですね。で12万円、12ヶ月で12万円投資をするということをしたとすると、ずっとこう下がっていってもですね、どうせいつか上がるわけですよ、下がっていくと。そうすると前の価格に戻らなくてもですね、この図を見ていただくと、これで儲かっているように見えないんですけれども、実は毎月12万円ずつ投資をして評価額が最後15万円3000円になるんですよね。これが積み立て投資の非常にこう魅力なんです。要するに下がっている時にこの口数を少しずつこう増やしながら投資をするというところに、いわゆるドルコスト平均法という、そうです、いわゆるドルコスト平均法というのに非常に威力があるということです、ね、積み立てでやるというのがミソですよね。そうなんですよ。下がっている時ってなかなかこう気持ちが折れたりしやすい、私でもそうですね。ここでね、上がると分かってればいいですけども、ね、分からないで買うというのは怖いので、やっぱり定期で積み立てで、そうなんですよ、どん底で買うことが難しいから、そうするとずっと安くなっても、いつか上がって少しでも戻れば儲かるんだというふうにして投資をすると実際にそうなるということはなので、これはとてもおすすめなんですよね。これは個人の分散投資としてやるとして、ファンドマネージャーである藤野さんとしては、こういうその金利が上がる、経済も荒れるという時にはどういう着眼点を投資されるか。そうですね、例えばですけれども、私前から好きな会社なんですけれども、この薬の箱を印刷している会社があるんですね。薬の箱の印刷っていうとあまり儲からなさそうじゃないですか。でも日本のシェアの6割か7割とかのシェアを持っている会社、実は富山県にあって、で少子高齢化で薬の使用量って増えてるから、箱の印刷の枚数って毎年増えてるんですよ。毎年 5% から 10% ずつ。地味だけどちゃんと成長できるというところをしっかり探 す、いや結果的に言うと、景気に関係なく伸びてる会社っていうのは探せば日本にいっぱいあるんですよ。そういう会社というのは特に下げ相場に強いというところがあって、そういう会社をたくさん選ぶことができたら、結果的にリターンが出てくるし、過去もそうでしたね。ここはアクティブ運用の、そうです、だからやっぱり
指数も大事なんですけれども、何を買うか、どういう会社に投資をするかというところの選球眼がとても求められる瞬間かなというのを思いますね。というのは、それはどうやって養えばいいんですか、どうやって見つけるんですか。そうですね、好奇心ですね、好奇心、やっぱりその四季報をめくるとか、それから日常生活の中で儲かってる会社っていうのを見つけて、なんで儲かってるんだろうということをこう調べていくみたいなところから、このこういう理由で儲かってるんだ、儲かってるし秘密を知ろうということをすることによって、結果的にこの企業の知識や銘柄の知識や、またそれをずっとやるとですね、株式の投資の極意みたいなのを学ぶことになるんですね。だからやっぱり好奇心ってすごく大事だと思うんですよ。なるほど。で、そして井出さんの利上げ時代の投資戦略が、アメリカ短期国債と日本の物価連動国債ですね。戦略っていうほどのものじゃないですけどね。これはあれですね、一例として債券への投資もちょっと考えてみてもいいんじゃないかという。そうです、そうです。金利がゼロじゃなくなってきたんだから、例えばアメリカの短期国債ってもう2年ものでも利回りが 4% ぐらい出るわけですよね。ですから、それ持ってるだけで年間 4% のリターンですよと。でその短期国債直接買うのも難しくても、そのファンドになっているもの、ETF とかもありますので、日本でも簡単に買えますよね。ファンドを通じてもほぼ国債を買っているのと同じなので、はい、米国債並みの信用力がある。そういうことです。米国債と同じような、利回りのリターンは見えると。そういうことです。問題は為替です、ね、そうなんで す, そうなんです。今買うのが正解かどうかっていうのは正直分かんないです。もし1ドル130円まで戻っちゃったら、その瞬間に 10% 吹っ飛ぶわけですから、利回り 4% でも2年半分一気に吹っ飛んじゃうのと同じことですよね。その為替のタイミング水準というのはちょっと気をつけないといけないです。私だったらもうちょっと円高に戻ってから買います、今すぐじゃなくて。そしてもう一つ の, その物価連動国債というのはどういうものですか。はい、これはですね、日本の消費者物価に連動する国債なんですね。財務省が出しています。日本の物価が、消費者物価が上がったら、その分元金が増えるっていう、そういうものなんですよ。だから、この間 2.8% 上がったじゃないですか。1年前100万円だったものが102万何千円かに増えるっていう、 そんなイメージのものですね。でこれは個人が直接国債を買うことももちろんできますし、その国債を集めたファンドもあります。 ETF もありますので、そういうファンドを買うっていう方が、お手軽ではありますよね。